Hey, what's up? English Partners のレイニーです。ネットスラング ORZ。意味はこれそもそもどうやって読むのから始まりますよね。読み方は ORZ とか o r z s とかがっし、がっかりなどがあるそうなんですけれども、もともとこれは英語の略ではなくて日本語の略だそうなんですよね。でも最近では海外でも使われるようになり、この意味とはもうダメだ という意味だそうです。O が頭を表して、R が手と胴体、Z が胴体と足。つまり ORZ は人が地面にうなだれているようなポーズで、あ、もうダメだということを表現しているそうです。えー、例文としては、My boyfriend just broke up with me.Orts。例文というか使い方ですね、えー。彼に今振られたのより使えます。えー、ネットスラング ORZ はもうダメだでした。 会いに行く英会話スクールイングリッシュパートナーズで検索オンラインレッスンも始めました。